長崎英語学校は1873年に現在の長崎市に設立された管理外国語学校。1873年5月、幸運学校として設立され、1874年12月に長崎英語学校と改称した中等教育相当の機関である。長崎英語学校の源流は幕末期の1858年7月。 英語通字促成のため設置された英語練習書である。この機関は洋学書、語学書再微館と解消を重ねた後、明治政府により接収され1868年4月に長崎府管轄の公運館となり、外国語教育に限定せずは関用の産学を講じることとなった。公運館は1871年11月、長崎府より文部省に移管され、 翌1972年8月には学生発布に伴い、第6大学区第一番中学となった。1873年4月、学生2編追加が発布され、通訳要請及び高等教育機関進学のための外国語学校の制度化がなされると、第6大学区第一番中学は、同年5月に学則を改正し、管理外国語学校の一つである。 幸運学校に転換された。幸運学校は、翌1874年4月、他の官立外国語学校に合わせ、長崎外国語学校と解消されたが、英語化教育に重点が置かれていたことから同年12月には、長崎英語学校と解消した。しかし、西南戦争後の財政難により、官立による、 外国語学校の維持が困難になると1877年12月、長崎英語学校は愛知、広島、新潟、宮城の各英語学校と共に廃止された。この後施設は長崎県に移管されて、翌1878年3月、長崎県立長崎中学校として再出発した。ついで1882年、県立長崎中学は、 長崎外国語学校と解消して、現在の長崎市立長崎商業高等学校の前身となり、1884年度校内に新設された長崎県立長崎中学校は、現長崎県立長崎東高等学校及び長崎西高等学校の前身となった。このため、特に長崎商校は、英語練習所長崎英語学校学校設立の 源流都市、長崎商工については、全国で6番目に古い商業高校を称している。ありがとうございます。